鈴木伝明は日本の映画俳優、水泳選手。本名は同じ鈴木伝明だが、読みは継ぐ明。無声映画時代に活躍した現代劇の映画スターで、学生時代は水泳選手として活躍。明治大学在学中に路上の霊魂で映画デビューした。その後に復活を経て、小竹蒲田撮影所に入社、牛原宇都彦監督とのコンビで、 彼と東京、陸の王者、彼と人生などの明朗な青春映画に主演し、スポーツマンタイプの二枚目スターとして人気を得た。戦後は実業界に転じた。1900年3月1日、東京府東京市下役上野桜木町に、父、交渉と母、和義の一男三女の長男として生まれる。戸籍上の出生地は、福島県岩木群山、村毛川である。 父は、常磐丹田に炭鉱を経営しており、福島の原石地で農業と醸造業も営んでいた。東京にも店を持っていた関係で、上野の空居で生活していたため鈴木はここで生まれた。第三随行小学校、順天中学を卒業後、明治大学予科に入学。中学時代からスポーツが好きで、中学、大学を通じて、選手として活躍する。 水泳が得意で中学卒業時に東京湾横断記録を作り、大学時代は水泳部首相として全日本大学選抜水泳大会で優勝。1923年の第6回極東選手権競技大会では50ヤード100ヤードで第3位200ヤードリレーに大野田和夫、高石勝夫、入イ,イ,イツ一郎と組んで優勝する。 1920年2月、鈴木が、明大昇華の本家に進もうとしていた矢先に、松竹キネマが創立、俳優養成のために、幼い香るを校長とする、松竹キネマ俳優学校が設立されるとこれに、応募し、240人の応募者の中から選ばれた、男30人、女6人の一人として4月1日の開校と、同時に入校する。同期生に、奈良信用、 岡田壮太郎、伊藤大輔らがいる。6月25日に、鎌田撮影所がオープンすると、俳優学校もそこに移転、9月に養成期間を終えるが、革新派の幼いが、書内の支給派と対立して、松竹キネマ研究所を設立すると、鈴木は、南光明と共に研究生として入所する。研究所、第1回作品の路上の霊魂では、 幼い憤する裕福な老人の息子役で出演し、若い時に家出するが没落し、妻子を連れて父のもとへ帰るが、家へ入ることを拒まれ、吹雪の路上で投資する悲劇の青年を演じた。作品は、翌1921年に封切られたが、鈴木は学生の身であり、家には内緒で出演したため、英語の通号ゼアをもじった、東郷コレアの芸名を使ったが、 このことが実は雑誌に取り上げられて日本体育協会から除名処分にされそうになり映画を断念して選手生活に戻る。しかし同年にはカフェを開店したり田口桜村監督の診断証人一代記に一人四役で出演したりする。明大商家を卒業して1924年3月4日に日活京都撮影所へ入社する。 入社第1回作品は、溝口健二監督のゴミ酒井で、浦部久美子を相手役に勝負を演じた。当時の日本人としては、珍しい長身で、がっしりとした体育、エキゾチックな要望で、たちまち新しい二枚目俳優として人気を集め、学生スポーツ映画、我らの若き日、村田実監督の金色夜社、溝口監督の曲馬団の女王などに主演した。 金色夜社1924年、鈴木伝明と、浦部久美子1925年1月、鈴木は、日活宣伝部の企画で、東海道オートバイ旅行を行い、初因層での見送りで、京都を出発するが、箱根の宿に待ち構えていた、松竹側の人間に口説かれて、歓迎人が待つ日活へ行かずに、松竹本社の玄関にオートバイを横付けにし、そのまま、 松竹鎌田撮影所に入社する。これは松竹のスター女優だった梅村洋子が日活に引き抜かれたお返しに松竹が格作したことであった。津田見武雄監督の春はこれりが鎌田第一作となり、恋の選手以降は牛原宇津彦とのコンビで明朗な青春映画に多く出演する。1926年は菊池博史原作の受難歌で、 クリシマスミコ、つくばユキコらと共演して人気を高め、九百二十七年は昭和時代、海浜の女王、九百二十八年は近代武者修行、観劇時代で田中絹代と共演し、続く彼と東京では役も栄美子と共演。この作品は東大での牛原と明大での鈴木のインテリコンビの近代的センスに期待するファも当て込んで、 北村小松が脚本を書き、大学でのサラリーマンをリアルな生活描写で描いた新鮮さが好評となった。これがシリーズ化され、彼と田園では田中絹代を相手役にし、ここに牛原、鈴木、田中のドル箱トリオが完成する。以後もこのトリオで陸の王者、彼と人生、大都会労働編、若者よなぜ泣くか、などが作られ校長を続けた。 牛原監督以外では、清水博監督の京子と静子、島津康次郎監督の海の勇者などに主演し、1926年には、海人南国編、都会編で監督、客色も兼ねた。1930年1月、大幹部に昇進する。1931年9月1日、かねて計画していた独立プロ設立の動きを、 木戸志郎撮影所長に察知されて、辞職勧告を受けて退社。続きに同調した、岡田時彦、高田実らと、久保井義道の出資を得て、9月4日に富士映画社を設立する。鎌田からは彼らに加え約70数人が同行し、鎌田の男友陣は一時層崩れとなった。同社第一回作品、映画涙ありに主演し、続いて、熊野出る開墾地。 金色夜社に出演するが、工業力に乏しい上に、大スターを抱えていたため、資金難で解散。その後は一座を組織して、各地を巡演する。1933年4月、牛原の勧めで、日活渦ずまさ撮影所に入社し、戯れに恋はすまじに、夏川静江を相手役に主演。続いて、牛原監督の、 大学の歌や山田鈴と共演の金色や叉などに主演するが、かつての人気はとっくに消えうせていた。この後、現代劇部が玉川撮影所に移ると、鈴木も衣石氏、死を若夫婦試験別居に主演するが、溝口監督の愛蔵峠では助演に回る。1935年、新興キネマに入り、入江プロダクションとの提携作、低層問答に、 入江高子と共演。1939年、かつて来日して、信仰を持ったダグラス・フェアバンクスの招きで渡米し、ハリウッド映画に出演する予定だったが、同年12月12日に、ダグラスが心臓麻痺で休止したためとんざ。そのまま対米して、映画研究や社会事情を学んだ後1941年に帰国する。同年、日活作品の 姿なき復讐に主演して映画界に復帰し、1943年には東方映画のアヘン戦争に助演する。1949年戦後は亡くなった父が経営していた大和炭鉱の社長になるとともに、常盤炭業会会長に押され、中小炭鉱の危機打開に正解と渡り合い、手腕を発揮する。 1946年の第22回衆議院議員総選挙と1947年の第23回衆議院議員総選挙に無所属で福島3区から立候補するがともに落選1950年の第2回参議院議員通常選挙には国民民主党公認で1953年の第3回参議院議員通常選挙には改新党公認で 全国区から立候補するが、いずれも落選しており、正解入りは果たせなかった。この間の1948年、東横映画の日本 G メンに暗黒街のボス役で出演し、1958年の新東方俗新日本沈道中東日本の巻にも一、シーンだけ出演するが、以後は映画界と絶縁。その後は、商事会社。 観光会社をそれぞれ経営していた。1985年、廃棄種の試し去。85歳没。水泳の他に、柔道、棒音、オートバイ、乗馬などが得意であり、明大在学中に、松竹キネマ研究所にいた頃、ヘンリー・オタリがアメリカから持ってきた名馬ハレーを譲り受け、この馬やオートバイに乗って通学して、話題となった。また、 アメリカに滞在した時には、西部劇の俳優ウィリアム・エース・ハートが引退後に、カリフォルニアで経営する牧場に自由に出入りできたが、これも乗馬が巧みなことがきっかけだった。俳優として前世紀の頃、銀座のバーで映画俳優を食い物にしようとする暴力団相手に喧嘩をし、ピストルを3発も放したため、築地警察署に留置されたことがある。受難家公開時のポスター。 右上に鈴木の写真と名前が確認できる。ありがとうございます。